こんにちは、速稼塾の久保です。特別定額給付金の話をね、ずいぶん長いことしてきたような気がしますけども、なぜね、ここまで個人の生活支援が手薄いのかということなんですけども、財政出動はね、きちんと100兆円弱してるんですよね、この1年弱で。財政出動はきちんとしていて、国債も発行100兆円ほどドンとしてるのに、なぜね、個人に支援が行き届かないのか、10万円とマスク2つだけなのか、これには大いに不満が残ることだと思いますけども、グローバルな視点で見ると、実はですね、失業率ってむちゃくちゃ低いんですよ今。そればかりか有効求人倍率が 1.3 とか 1.4 とかっていうのをマークしてるんですね。要するに就職は実はね、しやすいんですよ。これグローバルな視点で見たらですよ。小さく見ると個人的にはものすごく難しいんだって方がいるのは重々承知ですけども、全体的に見ると転職市場ってのは結構ね、流動してるわけなんですよ。潤ってるわけなんですよ。で、私がね、ロスジェネ世代と言われる新卒の時なんですけども、その時はね、有効求人倍率なんと 0.59 だったんですよ。不景気でもなんでもないはず。でも、なんかね、バブルが崩壊した直後なのか、就職先って2人に1人は必ずあぶれるよっていう時代だったんですよ。ですんで、今40代の方とか50代の前半の方っていうのは、おそらくですね、自分が就職した18区とか22、3の時に、2人に1人がね、フリーターになってるはずなんですよ。もしくはその後に始まったブームの派遣社員っていうのになってるんですよね。で、私ももちろんそうなんですよ。私も憧れの会社には1社たりとも入社できなくって、近所のスーパーに入社したんですよね。まあ、おかげさまでその近所のスーパーは後々上場企業になるわけなんですけども、でもそのぐらいね、今の状態っていうのは当時と比べると実は仕事がある時代なんですよ。そんなわけないよって感じでしょ。でもどっちかっていうと人手が足りないんですよね。本当にね、後継者がいなくて潰れる業界の方が多いぐらいなんですよ。個人的には転職できてない方とか職にやりつけてない方っていると思うんですよ。でも全体的に見ると有効求人倍率は高い推移を見せてますし、失業率は 3% 切ってるんですよね。バブルの時代ですらね、失業率は 3% あったんですよ。今はその景気のいい時代よりも失業する人の可能性が低いんですよ。もちろん仕事なら何でもいいのかっていうふうに言われるとね、確かに不本意ながらその仕事についているって方もいるでしょう。働きたくないところに働いている場合もあるでしょう。でもこれはバブルの時代も同じなんですよ。みんなが不動産会社目指して行ってたわけでもないですし、みんなが商社目指して行ってたわけでもないですし、不本意ながら音楽関係の仕事に就きたいなと思ってもね、楽器屋の営業だったりとかね、なことだったりするわけですよ。もちろん楽器屋の営業がつまんない仕事って言ってるわけじゃないんですよ。自分の思ってるような音楽の仕事、例えば照明をやったりね、音響をやったりとか、ライブハウスのマネジメントやったりっていうものではなくって、電気屋の店員かよみたいなね、そんな人もいたかもしれません。私のね、当時の先輩なんてのは、エロビデオの店長やってましたからね。で、エロビデオショップの片隅に音楽のプロモーションビデオがあって、それが俺は音楽の仕事してるんだって言い張ってたらしいんですよ。うちもプロモーションビデオ扱っとるけねみたいな感じで、先輩って言ってみたらね、大谷さんって言われたしかないんだけども、先輩って言ってみたら、ビデマロっていうね、宝冠町にあったんですけど、岡山のねそこの行ってみたら、単なるエロビデオ屋だったというねまあ4年間ね、通わせてもらいましたけどね、そんなことはいいんですよ。ということでね、なんでね、個人に保証がそれほどないかっていうと、自民党の政策、日本の政策っていうのは、企業を守っていって、中小企業を守っていってね、そしてそこから職にあぶれないように、いわゆる終身雇用をなんとか維持してる、その姿がそこに見えるんですよ、ね、ですんで終身雇用が崩壊しちゃってるっていう意識の方は、何やってんだ企業ばっかり応援して、企業はもう終身雇用をね、維持する必要がないからって言って内部留保に変えてるじゃないか、従業員になんか全然暴れてこないよ、トリクルダウンしてこないよっていう風になるかと思うんですよ。確かにね、持続化給付金みたいな去年がありましたよね。持続化給付金で法人なら200万とか会社には入ってるんですよ。で、本来ならその200万を会社だけで消化するんではなくて、従業員さんの生活保障にも当ててくださいねっていう意味が私はあると思うんですけども、まあしないですよね、補助金とか助成金っていうのも、労働者本人に入るわけではなくて、一旦会社に入るんで、
会社から分配するか備品に使うかストックするかっていうのは会社が決めれるんですよ。で従業員さんっていうのはそんなことがあるなんて思いも知らないですから、会社に補助金助成金が入ったことも全然分かんないですよね。ということで経営者の判断になるんじゃないかなと思うんですよ。経営者が判断して従業員を守るために自分の会社に入った補助保護を使っていくのか、それとも従業員はこの際不景気だからごめんなさいねってことで辞めてもらって、自分の会社の経営基盤をね、体質を改善するために利用していくのかっていうところかなと思うんですよ。でアメリカの財政出動ってのは今回200兆円しましたけども、アメリカはどっちかっていうとね、会社は潰れてもいいじゃん、どうせ誰かがまた会社作るよっていうスタンスなんですよ。っていうのが、会社は潰れても人間は潰れないよっていう考え方なんですよ。会社がなくなったけども、もともとアメリカって仕事を変わる人ばっかりなんですよね。成績がいいと優秀な人はもっといい会社に行くし、優秀じゃない人はその会社からすぐクビになって弾き出されるって感じで、会社っていう組織そのものが単なる短期的な入れ物なんですよ。で日本は会社が作ったらその会社で採用している人は一生面倒見ないといけないっていうようなね、ファミリー体質なんですよ。自分のところの社員は路頭に迷わすわけにいかないから、経営者が借金してでも従業員を食わせるっていうね、そんな前提もあるわけなんですよ。これが最近変わってきたんですけどね。最近会社の存続のためには社員をある程度切り捨てても構わない、不正をしても仕方がないんだって方便に変わってきて、ちょっと寂しい限りなんですけどね。だからアメリカ型っていうのは企業は守らなくてももうね、個人に直接支援すればいいやみたいな感じなんですよね。だからここが大きな違いでしょうね。だから財政出動としてはアメリカも日本もしっかりやってますんで、まあ結構バランスしてくるんじゃないかなと思います、時間をかけて。ただやっぱりね、国民にお金をドーンと配るインパクトと企業にドーンと注入する日本のインパクトとじゃ全然違って、だって日本って企業の内部留保が過去最大になってるわけですよ。500兆円、600兆円あるんで、その貯金がたくさんある企業にさらにお金を注入したらどうなるかっていうと、また貯金が増えるんですよ。だって現時点でなんか使うものがあったらその貯金で使ってるはずなんですよ、内部留保でね。使ってないってことはもう使う気がないんですよ。だからその企業にお金を放り込んだとしてもさらに使わなくなるだけなんですよ。ただどうでしょうか、アメリカ型のように日本にも個人に向けて10万とか20万放り込んだら個人は使いますよね。個人は使うことによって会社の売り上げ上がりますよね。会社がいろんな商品やサービスが売れると内部留保を使って、今だったらもっと売れそうだからもっといいねサービスとかもっといい商品作ろうかなっていうふうに投資に向かいますよね。だから今私が考えるべきは企業に向けての支援ではなくって、やっぱり個人に向けての支援だと思うんですよ。個人に向けて今こそ日本人一人一人に向けて10万支給20万支給したら、それこそすぐに使ってくださって GDP をぐっと押し上げるんじゃないかなと私は思うんですけどね。いかがですか、皆さんのところに今ね10万円が口座に入ったら、20万円が口座に入ったら、もしかしたらこの春入学するお孫さんとかにランドセル買ってあげるんじゃないですかね。そしたらランドセルのクラリーノとか儲かるじゃないですか、ね、靴や新しい制服を買ってあげるんじゃないですかね。で儲かるじゃないですか、企業良かったですよね。春に向けていろんな旅行したりとかねするかもしれないし、生活雑貨買うかもしれない、冷蔵庫買うかもしれない、エアコン付け替えるかもしれない。もうね今このタイミングで国民一人一人に現金が当たったら、使わなければならないものとか使いたいものって山ほどあると思うんですよ。タイミングが悪いとすれば今10万円放り込まれたら自動車税が来るんで、もう来月から再来月ね、そっちに消えちゃうんで、ちょっと20万ぐらいくださいよって話になると思うんですよね。もしくはもう自動車税は自動車持ってる人はみんな免除国が代替わりしますよみたいな感じしたりとかね、そういうふうに考えてるんですけどね。あと奨学金か、奨学金についてはまた別のところで話しますけども、奨学金を借金しないと、まあ、大学に行けないようだったらこれ大学行かない方がいいと思うんですよ。今それほど大学にブランド力ないですからね。だからそれよりも早く、まあ自分のね投資とか企業の道を探った方がいいのかなと思いますよね。大体大学っていうのは集団で働く人のためにある、まあ、予備校みたいなところですからね。大学出て経営者になるにしてもたくさんの人を使うための学問ですよ。もしくはたくさんの人と働くための学問ですよ大学は。今はもうそんなね集団で働くような時代じゃないんで、世の中が。じゃあなんで集団で
働くことを学びに集団で行くんですかって感じになっちゃうんで、単なる大学はレジャーランドですよね。レジャーランドと思った方がいいです。これはね、自他ともにそう思わないと、もうなんか目的とその手段がかけ離れちゃってますんでね。まあ私はそう思うんですけども、皆さんいかがですかね。まあ、これはまた別の機会にお話しましょう。優秀な人には返済不能の奨学金がちゃんとありますんで、あとは全部学生ローンなわけですよ。進学ローン、奨学金っていう名前で一括りするからわからないんだけども、これ単なる債務者を量産する装置ですよ。だからあれは奨学金って呼ぶんじゃなくて、もうね、進学ローンっていうふうに名前を変えて、高いですよ、金利が。返済できないですよ、あんなもん。もうむちゃくちゃですね。うちの両親もね、返済してくれましたけどね、私を大学に行かせるために奨学金使って、ありがとうございましたって感じです。皆さんどうですか？10万20万入ってきたらどうします？使うもんいっぱいあるでしょ。だから欲しいですよね。で、その10万20万がなければ使わないと思うんですよ。使わないってことは世の中から商品が売れないってことなんですよ。商品が売れないってことは会社の業績落ちるってことなんですよ。企業を守ろうと思っても、結果的に消費者がもうね、貧乏だったら企業は守られないってことになるんで、そろそろ日本政府にもね、菅総理にも気づいてほしいなと思います。企業支援はもういいから個人支援をしましょうってことですよね。4月からまたこのテーマで切り込んでいこうと思います。よろしくお願いします。